ゴールを何回かかるかって分かった状態で始めるのと分からない状態で始めるのってモチベーション全然違うじゃない。卒業式あといつかだから早く告白しとかないとなとかってあるじゃないですか。ありますありね、はい、回数を知っておくとね、よしあと2回だとかってね思うとね離脱しにくいと思うので、大体の回数を皆さんにお伝えしようかなと思います。どうも皆さんこんにちは、司会者の大沢です。さあ今日なんですけど、よくですね患者さんからですね、いつ終わるんですか、あと何回かかりますかみたいなね聞くこと結構あると思うんですよ。治療離脱しちゃう人っているじゃないですか、うん、まあ虫歯治療とか今回言ってますけど、まあ、根管治療とかね、大体これくらいかかるんだなっていうことを今日は知っていただきたいなと思います。それでは早速いきたいなと思います。治療回数の目安ということで、まあちょっとねざっと書いてみました。まあ他のね治療とかいっぱいあるんですけど、まあ大体、まあ虫歯治療ですね。あとは根管治療。まあ根っこの中の治療ですね。神経取ったりだとか、神経がもうない歯をね、またお掃除したりとかっていう治療。あとは被せ物ですね。まあ簡単に言ったら、まあ銀歯のやり替えだったりだとか、歯が折れてしまったところにもう一回被せ直すとかね。まあそういう治療ですね。まあセラミック治療っていうのもここに入ってくると思います。あとは入れ歯治療ですね。で、あとは、歯周病治療ですね。日本人めちゃくちゃ多いと言われてる病ですけれども、あとは、インプラント治療。そして、矯正治療。これについて何回かかるかっていうことを話していきたいなと思います。まず、最初に、虫歯治療ですね。まあ、詰め物ですね。これは結構若い方が多いんじゃないかなと思います。まあ、これ簡単に言えば、白い詰め物ね。まあ、プラスチックを詰めたりだとか、あとはちょっと小さい銀歯を詰めたりだとか、今だったら CADO ですね。プラスチックを、技工士さんが作ってくれて、それを入れるとか、っていう治療になります。まあ、大体のこの詰め物の治療、目安としては、1回から3回です。早くてその日に終わります。ダイレクトボンディングとかね、っていう治療も挙げさせてもらってますけど、ああいう削ってすぐプラスチックを埋めておしまい、直接僕らが入れておしまいっていうものもありますし、削って型取りして技工士さんにその模型を預けて、で帰ってきたものを入れるっていう方法もあります。これだと2回です。で、あと3回っていうのはめちゃくちゃこれ虫歯が深い時で神経を残したい場合ですね。一回削ってですね、神経の近くにお薬を引きます。で、お薬を引いて、神経が炎症を起こさないように、まあ簡単に言うと神経を取らないで済むように治療をしてですね、一回仮の蓋をして帰っていただくと。で、次来られた時に痛みがなかったら、そこで技工士さんが銀歯とか、プラスチックを作れるような形を整えて、で、それで模型を出して帰ってきたものを詰める。それをやると3回。なるほどね。だから大体1回から3回で虫歯の治療は終わるかなと。次に根管治療ですね。虫歯がめちゃくちゃ深くてもう神経が残せないっていう場合、細菌感染が歯を支えてる顎の骨に行かないように根っこの中をお掃除していくっていう治療になります。で、これは神経を取ってお掃除する場合と、もう元々神経がなくて、そこがまた細菌感染してしまってもう一回お掃除するっていう2パターンに分かれます、うん。神経を取って埋めるっていう治療だけだと1回で終わっちゃう場合もあります。1回で終わるか。1回で終わる。で、神経を取ってある場合でも中の状態がそこまで悪くなければ、中さーっとお掃除してで詰めての1回で終わる場合があるので、早くて根管治療1回で終わります。1回で終わるんですね。そう、だから根っこの治療めちゃくちゃかかる、全然終わらないって初心で来られる方いるんですけど、最短でね、そういう人でもね1回で終わっちゃう場合あります。でもめちゃくちゃ時間かかります。1時間は絶対かかります。なるほどね。やることめちゃくちゃ多いので、うん、患者さんね、口が開けづらかったりだとか、開けるの大変だったら、ちょっと分けたりしたりとかね。で、あと、根っこの中の炎症状態ですね。まあ、根っこの中が要するにめちゃくちゃ汚かった場合ですね。これはですね、1回で確実にきれいにできるとは限らないので、何回かお薬入れさせてもらうことがあります。で、僕の場合だと、最大で6回ぐらいやらせてもらいます。これはなんでなんですか？これはですね、経験値かな。いやいや、え、悩んでる方が見ますから。そうだね、はい、なんで6回かというと、お薬ずっと変えていってて、なかなか痛みが取れないとか、浸出液っていうんだけど、まあ中から膿とか結構出てきちゃう場合があるんだよね、うん。その治療してる時には止まってるんだけど、また来てもらった時にまた出ちゃってたりするんだよね、うん。そうするとなかなか最終的なお薬を詰めることができないんですよ、うん。
最終的なお薬入れるのを合わせると6回なので、だいたい5回ぐらいまでしかお薬変えないんです。あの歯の方からアプローチするは無理なので、もう根っこの先からアプローチしたりだとか、場合によってはもうその歯を残すことはできないっていう判断を下すことがあるね。まあ、でこれを超えてくるとやっぱりまあインプラントだったりブリッジだったりっていう感じになってくる、ね、そうだね、抜歯になるとね、うん、で歯を残そうと思うともう根っこの先だけ切るっていう外科的な処置だったりね、うん、そういう方に移行するっていうことがあるので、うん、まあ根管治療はまあ大体1回から6回終わるので、うん、6回以上ね通ってる方もしいらっしゃったら、ちょっと別の方法を提案してもらった方がいいかもしれないですね、うん、もしくは他の先生に、セカンドオピニオンを求めるということをした方がいいかもしれないですね。次に、かぶせ物の治療ですね。まあこれは簡単ですね。まあ例えば分かりやすいところで言うと、銀歯をセラミックに変えるとかね。あとは、虫歯治療からかぶせ物の治療に移ることもあります。虫歯が大きすぎて、詰め物だけではちょっと対応できないなっていう場合は、詰めるだけじゃなくてもかぶせるっていうこともありますし、あとは根管治療ですね。根管治療した場合っていうのは、歯の脂質、まあ歯の組織が薄くなっちゃうので、詰め物だけだと溶弱なので、かぶせるっていうことがあります。なので、虫歯治療、根管治療終わった後に、かぶせ物治療に移るんですけど、大体これが2回から3回で終わります。じゃあ2回の場合っていうのは、その日に削って、型取りして、で、帰っていただくと。で、その後に来ていただいて、つけておしまい。っていうのが2回で終わるとき。で、3回で終わるときは、歯茎の状態が悪いときとか、あとは前歯のときとか、前歯って結構やっぱり見た目重視なところがあるので、一発でね、行くのはちょっと怖いものがあるね。やっぱり確実に行く場合は、仮歯を一回入れて、大体のものを想像してみて作って、あ、これをいい感じだなと。で、噛んでもらったりだとかして、あ、全然これ被せ物取れないな、割れないな。じゃあ、セラミックに行こうか。とかね、いう判断を仮歯でする場合がありますので、その1回が入ると3回かかります。大きいケース、まあフルマウスですね。全角的になると仮歯を2回とか、まあ一定3回する時もありますし。なので、まあ大体、まあ1本ぐらいであれば、2、3回で終わるかなと思います。で、次は入れ歯治療ですね。入れ歯治療は、これ前もね、入れ歯治療の回数上げさせてもらったんですけど、たまにね、神様扱いしてくる方いらっしゃるんですけど、一回ではまず終わんないです、入れ歯治療。はい。はい、入れ歯入りました。これ無理ですね。入れ歯治療はめちゃくちゃ難しいので。作らないといけないですもんね、そもそも。そう、そもそもね、うん、3回から6回かかります。まあ、型取りして、噛み合わせ取って、指摘なければもうセットして終わりですから。うん、最短で3回ですけど、まあね、精度が難しいですね、最短でいけばね。うん、この精度を上げようと思うと、ちょっと指摘してみたりだね。とか、いうふうなことを工程合わせると、まあ、最大で6回ぐらいかなと思います。次は、歯周病治療ですね。人によってね、全然違います。最短でやっぱり3回終わります。3回で終わるっていうのは、もうちょっと歯石ついてる人。うん、検査最初して、歯石があるから歯茎が腫れてるから、ちょっと歯周ポケットが深いから、歯石だけ取りましょうと。歯茎の上の歯石だけ取ると、歯茎の状態が安定してきて、3回目来てもらった時に検査したら、あ、もうこれ安定してますね。うん、っていうことで終わる場合があります。その場合は3回です。でもこれが重度歯周病の方とかになると、もうこれエンドレスですね、ほぼ。なるほど。ずっともうじゃあ続くってことですね。そう、そう。何回も、治療しないといけないっていう場合がある。歯周病の治療が終わっても、継続してお掃除していかないといけないから、それはね、もうエンドレスですね。なので、重度歯周病の方は、もう歯医者と縁は切れないと思ってもらった方がいいです。で、次に、インプラント治療。インプラント治療は、3回から8回です。結構幅ありますね、うん。で、これ3回ってでも結構早いイメージじゃないですか。早いイメージ。これ3回で実は最短で終わるんですね。骨ががっつりある方ですね。は3回で終わります。歯がありません。インプラント入れます。これ1回目ですね。で、インプラントを入れたら、インプラントと骨がくっつくまで。この時点で待たないといけないですね。で、くっついたら、これを型取りして、帰っていただいて、次来た時にセットして。はい、これ3回目です。なるほど。はい、これの治療っていうのは、前回のあの動画でお話しさせていただいた、うん、1日ってなんか、翌日入れれるみたいなやつですか。あ、そう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 。だから歯を抜いて待たない場合は、もう3回で終わるね。なるほど。うん、でもこれが、インプラントって骨の中に入れないといけないので、骨がしっかりしてないとですね、インプラントは正直できないんです。で、インプラントができない場合っていうのは、骨を作る処置からやらないといけないんですね。
そうなった場合ですね、骨を作る処置からやって、まあ、歯茎も下がってしまって、歯茎も作ってとかっていう、いろいろやるとですね、大体8回ぐらいはかかっちゃいますね。8回か。結構かかります。それでも8回ぐらいですけどね。うん、1年ぐらいは見てもらってっていう感じなんですね。そうだね。なのでね、まあ、インプラント治療にはちょっと幅があります。で、うん、3回って言ってもこういうふうに1週間で終わるとかじゃないですよね。虫歯治療とかねと同じように3回ぐらいしかかかんないですけど、インプラントと骨がくっつく期間っていうのをこれ待たないといけないですから、うん、期間は、まあ、大体4ヶ月ぐらいはかかるかなと。で、あとは矯正治療ですね。矯正治療はこれごめんなさい、回数ではなく年にさせてもらいましたね。まあ調整とかあるので、そんなの含めたらもう何十回もねかかるし、まあ人によって全然違うので、もうこれは期間で行かせてください。早く終わるので3ヶ月終わっちゃいます。これは部分矯正です。部分矯正です。今早いですから、3ヶ月でちょずっと終わっちゃいますね。で、難しい場合、もうすごく前歯が出ちゃった、もしくは顎が出ちゃったっていう方は2、3年かかりますね。なるほどね。難しいですから、まあ、これも向き合っていかなきゃいけないですね。そうですね。なのでね、ここの年数を言うとね、で、そんなにかかるんですかって言うんですけどね、歯は一生の持ち物ですから、人生のたかが2、3年ですよ。そしたらね、いい状態で80歳、90歳まで歯がある状態を維持できる可能性がめちゃくちゃ上がりますから、はい、ぜひですね、この2、3年ね、うわ長いなって思わずにね、ぜひやっていただきたいなと思います。はい、ということで今日はですね、治療回数の目安ということで話させてもらいました。これね、詳しく言ったらね、5時間以上ぐらいかかってしまいますので、なのでまあ大体のね目安として皆さん覚えておいてもらったらねいいかなと思います。やっぱりね、ゴール見ないとね通おうと思いませんから、はい、大体の目安これぐらいと知っておいていただければいいかなと思います。前もね、いろんな動画でおっしゃってはいるんですけども、ちょっとまとめるとね、さらに分かりやすくなりますね。そうですね、はい、この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。